はい、どうも皆さん、こんにちは。いずコです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ4月中旬もしっかりお得で決めるということで、今週もやってきましたキャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回はですね、4月の13日から4月の19日までの今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては覗いてますのでご了承ください。それでは行ってみましょう ということで、まずは PayPay ペペからですね。PayPay ペペでは主に2つのキャンペーンが開催中です。まず1つ目は、対象の飲食店で20%戻ってくるキャンペーンですね。期間は4月の30日までのキャンペーンとなっています。Yahoo プレミアム会員の方に関しては25%還元ということですね。あとは昨日動画でもお伝えさせていただいたんですが、お店によっては、宅配ですとか、テイクアウトもキャンペーンの対象となっています。ちなみに一例として、吉野家とか松屋、そしてガストなどがテイクアウトでお得なキャンペーンです。 とかクーポンなどが出ていますのでぜひですね公式アプリのクーポンなどと併用して1円1ポイントでももうお得に利用してみるのもいいと思います次2つ目は街角ペーペー第3弾ですね期間は4月の30日までとなっていますキャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であればペーペーがさらに5%上乗せして実質最大10%還元でお買い物ができるというようなキャンペーンとなっておりますま以前のですね街角ペーペーと違うのは還元率が違うということ プラスペイペイチャンスがないのでこれお気を付けくださいあとですねここに載せてないんですけどもペイペイモールでも最大で10%分が戻ってくるキャンペーンも開催されてますのでそちらもぜひチェックしてみてください以上がペイペイについてでした次は D 払いですね D 払いでは主に3種類のキャンペーンが開催されますまず一つ目は D 払い生活応援キャンペーン期間は6月の30日までとなっていましてこのキャンペーンはキャッシュレスシュ者還元の5%のお店であれば D 払いがさらに5%上乗せして 合計10%の D ポインンント還元がされるキャンペーンとなっております意外とですね、まあ街の飲食店ですとか、美容室、あとホームセンターとかドラッグストアとかでもジャンル問わずいろんなお店で使えたりするので、これですね、ぜひチェックをしてみてください。月2つ目は吉野家で D 払いをしたら50%還元キャンペーンですね。これも昨日の動画でお伝えをさせていただきました。このキャンペーンですね、ただ吉野家に行って D 払いで決済をするのだけではなくて、D 払いのアプリ内で事前 に予約注文を行います。 で、使い方に関しては公式ページをご確認していただければと思うんですが、d 払いのアプリ内で事前に注文して、その後にお店に取りに行くだけという、まあ今ですね、この世の中的には混雑時をこう避けているので、結構ですね、いいキャンペーンかなと僕は思っております。期間は4月の13日からスタートしまして、5月の10日までとちょっと長いキャンペーンとなりますので、ぜひですね、このタイミングで利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。 次3つ目は D 払いとメルカリのキャンペーンですね。4月、5月、6月の金曜日もしくは土曜日にメルカリで D 払いで決済がしたらなんと D ポイントがプラス7%還元されて他の条件を満たしたら最大で10%還元されるキャンペーンというのが開催されます。これですね、毎週2日間だけのキャンペーンですので、まあ、メルカリよく利用される方は D 払いで決済するのもありなんじゃないかなと思います。ちなみに今週に関しては4月の17日と4月の18日 以上が D バレのキャンンペーンについてでした次は D ポイントのキャンペーンですね。主に2つです。こちらローソンで iPhone に D ポイントカードを設定した状態で Apple Pay で決済したら D ポイントが7倍還元されるキャンペーン。こちらがラストの週となりまして、4月の17日までとなっています。まあ僕はよくこのキャンペーン時代はメルペイの担当決済と一緒に利用をさせていただいてます。次2つ目は、スカイラークグループにて D ポイント土日祝日であれば10倍。 平日であれば2倍の D ポイント還元キャンペーンですね。 このキャンペーンに関しての期間は5月の6日までとなっております。なので、スカイラックグループのお店に行かれる際はですね、D ポイントカードの提示忘れないようにしましょう。で、このキャンペーンですね、まあ先ほどお伝えした、ペ a ペ p の対象の飲食店で20%還元キャンペーンと併用も可能となってますので、お会計はペ a ペ p そして、ポイントカードは D ポイントカードの順番でお得にですね、お会計してみるのもいいんじゃないかなと思います。次は楽天ペイですね。楽天ペイはこちらのキャンペーンとなっております。大黒ドラッグで最大10%還元キャンペーンですね。 こちらキャッシュレッショ者還元の5%、楽天のポイントカードの提示で1%、楽天ペイで決済して3.5%、あとはそれに楽天カードを連携して最大の10%分の還元を受けることができるので、これちょっと還元率など含めて間違いないようにお願いします。次は au ペイですね。au ペイで大きく2つあります。まあ、以前ですね、動画でもちょっとお伝えした内容なんですが、まず丸一番ですね、生活応援企画ということで、au ペイが利用可能な全加盟店舗にいて、 通常は200円で1ポイント0.5%還元のところなんですがなんとですねこのキャンペーンの期間中200円で2ポイントというようなキャンペーンというのが4月の13日からスタートしますしかもですねこのキャンペーンは終了日程というのが決まってないので、まあ、実際にですねちょっとどこまで続くか謎なところではあるんですが、まあ、この期間中に関してはもう他のスマホ決済の通常時の還元率ちょっと高くはなるので、まあ、いい感じに利用してみるのもいいんじゃないかなと思いますそして先ほどお伝えしたキャンペーンに関連しました ローソン、ローソンストア100、ナチュラルローソンでは、期間中なんとですね、ポイント8倍のキャンペーンというのが4月の13日から始まります。こちらも同じく終了日程が決まっていません。 あとですね、2020年5月以降、a u レッドポイントのがもうポンタポイントになるので、これら2つのキャンペーンに関しては、ポンタポイントとして付与されるということになっております。そして、ユーチ t ペイですね。こちらクーポンが1つ出ていまして、ポプラで使える200円オフのクーポンが出ております。これ4月の30日までとなっています。そして残りはカード関連のキャンペーンですね。まず1つ目は JCB カードの20%還元キャンペーンですね。こちら JCB カード W ですとか、JCB カード W プラス L を作成します。 そのカードを ApplePay ですとか GooglePay にセットした後に GooglePay で決済したら20%分がキャッシュバックされるキャンペーンとなっております、まあ、去年の、ね、JCB の20%キャッシュバックキャンペーンに参加された方は対象外となっていますのでこれはお気をつけくださいこちらに関しては5月の31日までとなっております次に三井住友カードを20%還元のキャンペーンですねこちら紹介するカード関連のキャンペーンの中でもかなりお得となっております上限が1万2000 2,000までなおかつですねカードによっては年会費無料そして50分の1の確率で全額タダになるタダちゃんというようなキャンペーンともありますさらに今、まあ、これも以前お伝えしたかもしれないんですけどもこのカードを作成する際はポイントサイト経由であれば今だと3,000分がもらえたりするのでこの機会に作ってみたいという方はですねぜひ,ぜひ概要欄もチェックしてみてくださいそして3つ目はこちらの MUFG 系三菱 UFJ ニコスが発行する対象のカードを発行したら20%還元のキャンペーンですね こちら上限は1万円までで、これですね、一部年会費無料のカードもあったりします。キャッシュバックの期間が入会日から6ヶ月後の下旬ということになるので、まあ、結構先にはなるんですけども、まあそれでも OK だなという方は、まあ作成するのもいいと思います。以上がカード関連のキャンペーンについてでした。最後に日程だけまとめですね、こちら赤くなっているところが今週で終わるキャンペーンとなっております。ローソンで D ポイント7倍のキャンペーンですね、これ Apple Pay のキャンペーンなんですけども、これだけが今週で終了するものとなって おりますそして、この青くなっているところに関しましては、今週からスタートするキャンペーンとなっております。まず一つ目は D 払い吉野家ですね。D 払いのアプリ内で吉野家のメニューを注文したら50、50%還元されるキャンペーンというのがスタートするということ。あとはちょっとまだ公式ページは、まだテキストでしかちょっと出てなかったんですけども、AU ペのキャンペーンですね。通常のポイントが2倍になるということと、あとローソンではポイントが8倍になるキャンペーン。これが4月の13からスタートしますよということですね。 まあそんなこんなで今回は今週1週間4月の13日から4月の19日で開催されるキャンペーンについてまとめさせていただきました。まあ今週の僕の動きとしましては、まあ今結構ですね、D ポイント還元された分っていうのがあるので、D ポイント期間用途限定とかですね、これに関してまあ優先的に消化活動からまず始まって、で、その後に関しては飲食店ではキャンペーンを使って PayPay 決済、他にも D 払いを使って決済をすると。 で、あとコンビニに関してはちょっとローソンを優先的に使って、Apple Pay のキャンペーンが終わったら AU Pay のキャンペーン使おうかなというふうに思っております。今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクですとか、あとクリストカードを作りたいなという方がいらっしゃいましたら、先ほどお伝えしたようにポイントサイトのリンクなど貼っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 はい。ということで、なんとですね、ご覧の通りですね、僕の手元にあの待ち望んだカード、プリペイドカード、 ビザプリペイドカードでお馴染みのキャッシュ、キャッシュカードがなんと手元に届きました。まぁ、あ、ちょっとですね、ツイッター見られた方はもうすでにご存知かと思うんですけども、本当はこう届いたタイミングですぐに今回みたいに動画に出せばよかったんですが、まぁ、あ、ね、僕の動画、僕の視聴者さんであればご存知の方多いと思うんですけども、日曜日に関してはだいたい8時とか8時以降には僕のまとめ動画を出すというのはもう習慣となっているので、今回に関してはちょっとキャッシュの動画は 一本送らせてみました。なので、まあ先ほどちょっと字幕にも出たように次回予告ということで、月曜日に関してはキャッシュの動画が出ると思いますので、まあぜひですね、ただの開封動画プラス、他にもまあちょっとした注意点であったりとか、僕が気がついたところとかあるので、まあそれも含めてお伝えをしたいなと思います。ということでですね、また明日も楽しみにキャッシュの動画待っていただければと思います。ということで、ありがとうございました。